吉根さん持ってきてくれるかな。もうできたかな。うん、お願いします。あー、わーすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。東根さん、こちらが、こちらが琥珀バーガー。琥珀バーガー、この琥珀の天使のおすすめのバーガーですか。そう、一応スタンダードの基本のバーガー、うんうん、どういうのが特徴なんですか。スタンダードスタンダードスタンダードが、まあ、みんなが好きってこと。そうそうそう、普通にあの外してないっていうか、うんうん、ベタというか、ベタな、うん、もうみんなが好きなやつ。そう、普通に普通にハンバーグ。マイナちゃんの、はい、これはが、琥珀バーガーにサルサソースを混ぜたサルサバーガーってやつで、ちょっと辛いのが好きな人向けに作った。食べましょうか。食べましょう。楽しみだ。嬉しい。もういい匂いするね。うん、すっごくいい匂い。じゃあ、ななみさんから先食べて。わかった。アナウンサーですからね、東さん。はい。お願いします。はい、あ、すごい大きいですね。ななみさんの顔ぐらい。本当？うん。大きかったこと？違う。違う。いい意味で同じぐらい。いい意味で同じぐらい。そうだよね。このハンバーガーぐらい小顔ってことだよね。そう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 。でもボリュームたっぷり。うん。え、大きいって言われません？これ。大きいって言われます。でもね、そう。食べつけるから。うん。食べこう。ハンバーグが柔らかいんで。うんうん、ガッ、あ、ガッていける。では、いただきます。お、うん、うん、どう？ハンバーグがもう柔らかい、おいしい。すっごい柔らかそうだったね、うん、もう、こう口に運んでからがね、だから、ちっちゃい子からおばあちゃんまで食べれる、うん、うん、うん、本当にさっき言ってた通りの、うん、みんなが好きな、もう 歯がいらん、うん、歯いらん。それではいただきたいと思います。匂ったね。匂った匂ったけど吸収した。めっちゃ好き、これめっちゃ好きです。よかった。まいちゃん、例えるなら、例えるなら、この味を何かに。え、お化け屋敷。おお。なんかね、うん、辛いと思ったんよ私。辛いと思って食べたら、なんかその辛さに負けないぐらいの野菜の甘みとパンの甘みがすごい来て、お化け屋敷でした。面白い。面白いですよね。伝わりました、私の説明。伝わった。おお。じゃあこれからのサルサバーガーでどんなバーガーって聞かれたら、お化け屋敷って。お化け屋敷。言ってください。言ってくださいね。怖いと思って入ったら怖くなかった。うん、それです。辛いと思ったら甘い。はい。須田キュン的におすすめのハンバーガーはどれですか。うん。須田キュン的にはやっぱ元祖特殊のバーガーかな。あいちゃんが来てくれたきっかけなんで。そう、私も。もともとファンの方がこの元祖徳島バーガーっていうのを教えてもらって、なんか自分の中で徳島のイメージってこう揚げたら徳島ラーメンとか阿波踊りとかこう何個かしかないかなと思って、それでそういうなんかメインになりそうなものを探してた時にこの元祖徳島バーガーと出会ったんです。まひちゃんが来たの覚えてたんですって。そうそうそう、だからある日急に、うん、携帯がビコビコ言い出して、うんうん、いいねもらう、いいね、いいね、いいねってで、何々何々と思ってみたら、あのまひちゃんがちょうどツイートした日で、はい、で、びっくりして急に、STU の子来とったってなって、うんうんうん、で、画像を見たら、あーこの子みたいな、覚えてくれてたんですか。そうそうそう、これ、まあ、言ったらなんかまた言われるかもしれない。マジで、あ、美人な子来とったなと思って、うん、で、まあなんか可愛い子来とったから覚えとったんですけど、で、写真見て、あ、あの子かって思って。もう今やね、須田キュンリスナーの集まる店になりましたね。そうそうそう、まあ、おかげさまでね。いや、でも本当ね、いつもね、うん、ラジオの始まったらリアルタイムで、うん、実況してくれたりとか、うん、あれがもう面白い、もう野口はないじるんが面白い、
なんかどんどんなんか加速してるイメージ。そうだね、思う思う、ね。ね。ハッシュタグとかも作っちゃった、うん、作っちゃったりとかね。ね、本当に。なんか最近よく言われるのは、ななみさんがよく私似てきたみたいな。うん、あ、そう言われるんですよ。わかる。え、わかる？似てます？うん。似てきたんですか？そう、なんか、うん、なんか。ごめんね、言葉悪いけどむちゃくちゃやなと思って誰でもむちゃくちゃやるんで。でもそれがね、須田家の売りなんですよ。そうなんですよ。じゃあこれからも頑張ります、うん、何かこう須田家に要望とかこう意見とかありますか、うん、リスナーでもね、あると思うんで。そう、一リスナーとしても、うん、もうあのまま、あのままやっといてほしい。あのままで大丈夫ですか、うん、あのままで大丈夫。なんかもう、うん、逆にちゃんとやられ、やってほしくない。あ、嬉しい、うん、よかったね、そう言ってもらえると、うんうん、すごい安心というか、この気持ちでね、うん、貫けます。はい、はい、今日サイン書いて書いた方がいいですか。あ、それはお願いします。あったらちょっと弱気そうそうそう、ね、いや、あの、うん、そう、レディーファーストなんで、あんまり、うん、SNS 上ね、じゃないといじれないですね。わ、うん、かりました。じゃあ今日、はい、ついにね、サインを書きます、はい、やっと2人のがね、揃うね、揃います。はい、これ見に、あの、この YouTube 見られてる方、はい、ぜひあの私のサインとまひなちゃんのサインが揃ったのを見に来てください。そしてバーガーもね、そう、このバーガー食べたいと思った方、東出さんちょっと不思議だなと思った方はぜひいいねとチャンネル登録とコメントお願いします。お願いします。すだちでキュン半年？うん、経ったね。経ったね。はい、お願いします。はい。じゃあ、ついにまひなちゃん見守って、じゃあ。見守っとくね、後ろで。これぐらいちっちゃく。堂々と。堂々と。堂々と大きく。堂々と大きく書いてくださいと、またハッシュタグで言われる。そうだね。わかりました。いきます。アイドルみたいなサインだよね。本当、私アナウンサーっぽいと思ってこのサインにしたんだけど。そう、え、サインって自分で考えてるの、まひなちゃん。私一番初期の時か2回目の、うん、2個目のサインなんだけど。あ、これ 2代目なんだ。そう、1個目のサインはお母さんが考えて、うんうん、お母さんが考えたの。3年経ってもうまく書けないからやめた。やめた。お母さんの方がうまく書けるからやめた。そんなことあるんだね。そう、あ、めっちゃ、ちょっとこれ、ブサイクなおもぞうがいるって書かないでください。ハッシュタグしないでくださいね。それも前振りだから、うん、ね、完全に振った、ね、これ結構私が書いた史上2番目ぐらいに下手なおもぞうなんだよ。1番は1番はもう覚えてないけど、多分これちょっと結構できました。イエーイ、ついに2人揃いました。完成。どうですか、東根さん。ありがとうございます。感無量です。よかった、よかったよ。半年越しのね。半年越し、はい、半年越し、ね、すごい、もっと長かった気がします。体感は良かったです。ついに揃いました。体感7秒どころじゃない。7年ぐらい。みんな見に来てください。